山あゆみは君のことが大大大大大好きな100人の彼女100カノです。かわいい。ファーストシングルスイートサインが現在リリース中でございます。こちらの楽曲はテレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女のエンディングテーマとなっておりまして、アニメにあったような主人公の男の子、そして出てくる女の子たちの甘酸っぱくも愛おしい気持ちがたくさん詰まった楽曲となっております。この百花楼の中にですね、神社のシーンが出てくるんですけれども、神社でお願いしたことここで発表すると叶わなくなるので内緒です。3つ。今後の予定については私の公式ホームページや公式 SNS などをぜひチェックしていただけると嬉しいです。それでは最後に番組からの濃厚ワードに答えたいと思います。今月のお題は頑張った良い子たちへ贈り物をあげるならということで、私はそうですね、頑張った皆さん一人一人にもうとてもとてもよく眠れる安眠枕をプレゼントしたいなと思います。お布団と迷ったんですけど、枕ってやっぱり大事だと思うので、一つ一つ皆さんにお渡しできたらななんて思っております。以上、美咲奈子でした。またねー。